はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員忽那領事でございます。 KY 様、安倍様、井上様、三重様、石黒様、高島様、小川様、白猫トマト様、光る光る様、あかり様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。今日は病院行ってまいりました。全身 CT スキャンの結果をですね、内科と外科の先生に、診察教えてもらったんですけど、まあがんは見当たらないと。今後は3ヶ月ごとの検査で経過観察だそうであります。3ヶ月ごとに検査してですね、で半年ごとに CT 撮ってみたいな、そんな感じで皆様のご支援と応援のおかげです。一応治ったということでありがとうございました。誠に、かくなる上はですね、まあ半年ばかし、9月から、半年ばかしですね、寝てばかりいてゼロに近くなった体力を戻す努力をいたします。今私ちょっと体力がゼロに近いんで、すぐ疲れちゃうし歩けねえしね。特に心肺系が衰えてですね、マスクをしたまま歩くとですね、めっちゃ息苦しいんですよ。3月27日 NHK スクランブルデモを予定しておりますけれども、これのデモコースが2キロないぐらい、まあ、池袋であるんですけどね、この距離歩けるようにしておかないと、俺が途中でへばって座り込んじゃったらかっこ悪いですからね。まあまあ歩けるように、まあ700メーター、800メーター、1キロと、増やしていきたいと思っております。今日もニュースがめちゃくちゃ多いです。さすが戦時中だな。今日病院に行ったんですけれども、まあ待合室にテレビがありまして、NHK かかってたんですけど、さすがの NHK も報道せざるを得ないでしょうね。ウクライナの関係のばっかり報道しておりました。現在全世界的にロシア相手なら何でも OK っていう風潮になってるなーっていうですね、まあ分析の結果ですけど、スイス政府、ウクライナ侵略に関係したロシア人の資産を凍結する。ゴルゴ13の口座も無事なのに。なんで悪い人はスイスの銀行を使うかって言いますと、これ衛星中立国でどことも同盟してないし、どこの国の言うことも聞かねえよおらっていう立場なので、まあアメリカで犯罪やって稼いだお金をスイス銀行に預ける、まあ、アメリカ政府がそいつの口座ちょっとなんとかしてってスイスに言ってもですね、うちは衛星中立国ですから、誰とも仲良くしませんので、誰とも誰の言うことも聞けませんって突っぱねることができるというわけで、世界中の悪い人をスイス銀行を利用するのが今までだったんですけれども、なんか悪いことはいいけど戦争はダメみたいですね。さすがのスイス銀行もね。デンマーク政府、国民がウクライナ防衛義勇軍に参加することを止める法律はない、容認する方針みたいであります。一体何人のデンマーク人がウクライナ義勇兵志願していくか分かりませんけれども、トルコ政府、モントルー条約1936年に基づき全ての軍艦のボスポラス海峡とダーダネルス海峡通過を禁止する。これはですね、モントルー条約っていうのは海峡に侵入する軍艦の管理権はトルコ政府にあるとする条約。今からそうですね90年近く前に定まった条約。国
海と外海を結ぶ2つの海峡がボスポラス海峡とダーダネルス海峡、地図で確認しましたけど、まあまあ細いところなんですよね。ボスポラス海峡の、両岸がイスタンブール、飛んでイスタンブールですね。まあ言っても分かんない人も、若者は分かんないと思いますけれども、分かる人は確実に昭和ですからね。これでまあロシアの黒海艦隊は、ウクライナ沿岸に行けませんね。黒海から艦砲射撃とかはできませんね。これでね。カナダ、ロシア産の原油を全面輸入禁止にすると発表。同時にですね、対戦車兵器、まあジャベリンとかロケットランチャーとかその辺でしょうか、をウクライナに供与する方針。トルドー、カナダはロシア軍に対するウクライナの防衛を引き続き支援すると自分の口で言っておりました。国際柔道連盟発表、プーチン大統領の名誉会長職を停止する。FIFA、ワールドカップからロシアチームを無期限追放する。地区予選が数週間後に迫ったこの時期に発表と。世界がなんかロシアにですね、制裁合戦してる感もあるな。そんな今日この頃、日本が世界に誇る気違い、鳩山由紀夫、 G7 がこれ以上緊張を高めることはしないとロシアに伝えるべき、なんて言っちゃって突っ込んでろバーッ。世界は今ものすごく忙しいんだ。ついでに元総理って名乗るのもやめろと。そんなにロシアが好きだったらロシアに亡命して元日本人って名乗りやがれ。突っ込んでろバカって感じですけどね。EU がとうとうロシアとやり合うことを覚悟したようであります。産経報道、 EU 領空内ロシア機飛行禁止措置の影響で日本への二重便が欠航。影響が出たのはルフトハンザ空港、航空、エールフランス、KLM オランダ航空、フィンランド航空など、ロシア政府も領空内、ロシア領空内の EU 機飛行を禁止。EU だけじゃなく36カ国の飛行機、ロシアの領海通っちゃダメ、したみたいであります。まあ民間機でもなんか落としていく可能性もありますんで、EU もロシアもですね、まあ、やり合う相手の飛行機を、飛ぶな、うちんとこやって、する措置は、まあ、妥当と思われますけれどもね。ゼレンスキー大統領、EU 加盟を正式申請、文書に署名だそうであります。EU は受諾する方針。つまり、ウクライナの EU 入りを認める方針。さらに EU、武器調達資金としてウクライナに580億円支援する。武器弾薬は愚か、武器弾薬は当然として戦闘機も即時提供するだそうであります。提供した580億円で戦闘機買えって話なのか、まあ、別口であげますよっていう話なのかは不明でありますけれども、まあ渡してすぐにですね、ウクライナ兵が操縦できるもんでもないので、まあ、パイロットと予備パーツ、込みで渡すのかな。ユーロファイター、ラファール、グリペン、なんちゅう戦闘機がありますけれども、EU にはこれらをですね、自在に操る謎のウクライナ民兵誕生かな。私はウクライナ人です。ウイムッシュとか言ってるかもしんねえな。帝国の支援額は230億円と判明しました。昨日発表になった114億円、1億ドルから倍増しておりますけれども、まあ、EU が580億円だったらば、GDP 的にね、そのぐらいが妥当なんだろうな。イギリス抜けてですね、まあ、日本の GDP の倍ぐらい、倍とちょっと、ぐらいになっちゃいましたんで、まあ、EU が580億だったら、帝国は
230億ぐらいが経済規模からして妥当かな、これに成功しちゃったら、つまりロシアのウクライナ侵略が成功しちゃったらね、ロシアは次に調子こいて北海道を盗みに来るかもわからんし、ここで止めとかないといけないと、これのあの支出はですね、まあ妥当かなって思いますね。ベラルーシで行われたロシア、ウクライナ終戦交渉が無事決裂いたしました。ロシアがウクライナに要求したのはですね、武装解除イコール降伏と非ナチ化、ついでに西側諸国にクリミア半島におけるロシアの主権も要求、まあどさくさに追加してきましたよ。ずずしなおいって、ずずしなお前、感じなんですけれども、ウクライナ、我々は降伏しない、お前らこそすぐに撤退しろ、無事交渉決裂であります。非ナチ化っていうのはなんだ、現在のナチ、現在のウクライナがナチだってことなのか、ロシアはウクライナをナチス呼ばわりしてますよ、してますよ、非ナチ化を要求なんてことね。ゴドウィンの法則に従えばですね、すでに議論は終了し、ロシアの負けっていう判定なんですけどね。ゴドウィンの法則は検索してみてください。ナチスとかのヒトラーとか出した方が負けっていう法則ですね。ネットの反応です。どっちがナチだよ。全くだ。どっちがナチだよってね。自分がそういう自覚があるから相手もそうだって思っちゃうですね。心理学の投影っていう、現象なんだろうか。非ナチ化って具体的に何、そんな条件飲めるか、終戦させる気ないやん、プーチンマジ狂ったな、どうあがいても無理な条件、こりゃ泥沼が続きそうだ、講和の意思はないな、ロシア相手に約束や協定なんて何の意味もない、まあ破りますかんね、あそこはね、どんな条約でもどんな協定でもどんな合意でも破りますかんね、まあ、横の国も相手を見て破るっていうのはありますけれども、どさくさでクリミアが追加されてんな、いつの間にか西側諸国全部を敵にしてて草、ウクライナとの交渉なのになんで西側諸国への要求もしれっと混ぜとくんだ、世界がですね自分らをフルボッコにかかってる状況が読めてないのかな、まだまだ強気一辺倒ですねロシアの態度は、これは思うにまだまだ殴られ足りないんだなって思いますけれども、まあロシアは今更引き返せないですね、ルビコン川は渡ってしまいましたけれども、まあ強硬姿勢にこれだけじゃなく拍車がかかっております。ロシア外交省、ウクライナ武器支援国に対しロシア軍に対して武器が使われた場合は相応の責任を負わせる、まあね武器、その武器で俺らが傷ついたら仕返しするぞ、みたいですね、恫喝してますよね。ロシア国防省、戦略核兵器部隊が戦闘態勢に入った、核攻撃する準備が整いましたというようなことですかね。ウクライナだけを攻撃するためならば戦略核兵器は必要ない、実は、戦略核兵器は、まあ、弾道ミサイルとかですね、何千キロも飛ぶようなそういうやつですから、ウクライナは隣の国ですからね。マルカ・ロア中米ウクライナ大使、ロシア軍が今日、これは28日、昨日のことですね、ジュネーブ条約で禁止されている気化爆弾をウクライナで使用したと発表しておりました。これもですね、燃料気化爆弾で検索してみてください。核兵器に次ぐ威力を持つですね、まあまあ早い話が二段階爆弾のことなんですけど、爆弾の中に燃料を内蔵してまして、まずね
その燃料を気化すんだって、ガス状に沸騰させて上空に対空させて、んでそれに火つけるっていうですね、そうすると衝撃波で3キロぐらいにいるある建物、いる人間を殺傷できる、10キロ離れた人の鼓膜も破れる、そういうもんだそうであります。タイムズ報道、プーチンがゼレンスキー大統領以下23名の要人を暗殺するための400名の暗殺チームを送り込んだだそうであります。そうするとあれですか、一人当たり20人弱がかりでやっちまおうってことですか。23人とか400名とかやたら詳しいですね、数字がね。これは閣僚全員とですね、キエフ市長が含まれて23名だそうであります。ロシアもはや手段選んでないな、全然な。ゼレンスキー大統領もしね暗殺できたとする、そうしたねウクライナ国民の怒り爆発でしょうよ。ますます徹底抗戦になるんじゃないのかな。世界も怒り爆発で、むしろ逆効果なんでは。今でさえ今のロシア相手なら何やってもいいやっていう雰囲気になってんのに、ますますやられちゃうんじゃねえの。これもボコられ足りねえんだなって思います。まあ暗殺が成功しないことを願いますけれども、大統領ながらが覚悟が決まった侍みたいなんでね、避難対象の気化爆弾使ったりですね、お家芸とはいえやっぱり避難対象のダーティーな手段である暗殺を企んだり、それがすっかりバレてて報道されちゃったり、あとは野となれ山となれのやけくそ感がすごいんですけれども、それともですねソ連時代からもともとこういう連中だったのかな。一般ロシア人はですね、まあ怠け者なだけで気のいい人が多いっては聞きますけれども、アメリカ政府がロシアにいる米国人に即時退避勧告をいたしました。ロシアのですね戦略核兵器準備完了を受けですね、ロシア本土への報復核攻撃に備えてのことではないか、という噂であります。ネットの反応です。来たか、やる気か、第二ステージ突入、これからが本番、ロシアが攻撃されるのか、あーマジで始まっかも、この勧告はシャレにならん、即時退避、これやばいやつちゃう。ウクライナや欧州が核攻撃されたらモスクワに報復攻撃するってことだよな。日本も退避勧告出した方がいいんじゃないの。日本政府はロシアにいる日本人に逃げろって言ってますか。私ちょっとこれ知らないんですけど、各国と足並み揃えてとか散々言ってたんだから、同盟国のアメリカ習ってですね、ロシアにいる日本人はすぐ移動してください、避難してください、言うべきじゃないのかな。ここに来てそこら辺の情報はですね、もらえてないんじゃないかって、そんな不安がありますね。アメリカ政府からもうすぐこうなりますからっていうような情報を日本政府はもらえてないんじゃないか。だって日本に教えるとあそこスパイだらけなんだもん、バレるんだもんみたいな、やっぱりね自前の情報機関が必要だし、そのためにはスパイ防止法がなるべく早く必要であるなぁと、思います。ファイブアイズに日本が入れない、情報をもらえないっていうのも、日本はスパイだらけでダダ漏れしちゃうから、自民党の議員にもスパイっぽいやついるしみたいな、中国とズブズブの
河野太郎みたいなやついるし、みたいな。二階俊博みたいなやついるし、あいつ、スパイじゃねえの。って疑われてから、情報もらえないですよね。ロシア経済崩壊、不可避の予測を昨日してましたけれども、昨日2月28日、モスクワ証券取引所、開かれず。開かれず。株式取引、できません。やらせません。スターリンがこんなことを言ってたらしいんですけど、人間がいなければ問題もない。知ってですね、邪魔な人間をせっせせっせとシベリア送りにしちゃったりなんかしてね、売買がなければ暴落もない。なんつって取引所開かねえことにしたんでしょうか。ソ連のメンタルから変わってないんでしょうね、多分ね。その結果信用なくすとかは考えてないでしょ。世界からロシアの株買えねえよそんなのって思われるなんてことは考えてないんだろうな。信用のこと考えたら条約破り、協定破り、合意破りの常習犯なわけないもんね。今回のあのウクライナ侵略だって、ブダペスト覚書ですか、各所ですか、それ破りだし、ミンスク合意違反だしっていうですね。早速ルーブルがですね、1日で3割下落、過去最大の下げ幅を更新したそうであります。皆さん多分ルーブル売っ払って外貨、まあ、ドルとかを買ってんでしょうね。だからだだ下がりなんでしょうね。国際間決済送金システムから、除外されたんですから、まあまあ誰でも手持ちのルーブル売っ払ってドルに変えるわな。ソ連崩壊後しばらくですね、ルーブルなんか誰も欲しがんなくて、価値が400分の1になりまして、闇ドルとかですね、マルボロが通貨として流通してたって話は気のしたと思いますけれども、3割下落ってことは1ドル115円今そのぐらいがですね、1日で1ドル164円になるようなもんですか。ロシアの貿易やってる企業、輸出入やってる企業はまあ大混乱でしょうねこれね。まあ自業自得ですけどね。ルーブルを買い支えるためロシア政府がですね、全人民にこんなお触れを出しました。持ってる外貨の8割を売ってルーブル買えや、ルーブルを買い支えなさい。なんか誰も言うこと聞きそうにない命令ですけれども、むしろね、ルーブル紙切れになっちまうって困ってることですね、全世界に宣伝してないですかこれね。まあ他人にどう思われても気にしない、信用何それっていうメンタリティがここでも爆発してんのかな。力こそパワーね。金がなくても信用がなくても軍事力さえあればみたいな、そういうメンタリティ、ソ連と変わりのない、力でねじ伏せる、まあ山賊どもみたいな精神構造がここでも爆発してんでしょうか。ロシア中央銀行公定歩合、まあ、政策金利って書いてありましたけれども、公定歩合を 20% にすると発表しておりました。まあ、日銀のようなですね、中央銀行が一般の銀行に金貸す時の金利が公定歩合なんですよ。日本はゼロ金利つってずっとゼロですね、デフレだからっていうことで、一般銀行にですね 20% で貸すならですね、ロシアの銀行はそれ以上の金利で貸さないとやってがんないですね。つまり超インフレってことなんですけど、ロシア人が住宅ローン借りっとき金利年利 50% とか 100% とかそういう世界になりますね。つまりそれ以上、それに同等のスピードで
ルーブルが下落していくってことなんですけどね。痺れますね。まあ憧れはしませんけれども。ここでロシアをボコってね、ズダズダにしておかないと、中国共産党が調子こいてですね、台湾や尖閣を、沖縄を盗みに来るんで、まあロシアには気の毒ですけど、ズダズダにしてですね、軍事侵略は割に合わない。っていうことをですね、世界に知らしめて、中共も侵略、諦めるように、わからせないとね、まあ何にも罪がない、ロシア人民は気の毒の一言ですけど。だが世界が軍事以外でボコすって、ロシアはボコす。手替え品替え足替えて、FIFA も柔道連盟もボコす。って決めた以上、まあどうすることもできないですけどね。ロシア人民が助かる道はですね、クーデターやら反乱を起こして、プーチンを排除してですね、ウクライナからも即時撤退。で、みんなプーチンが悪いんですって、プーチン一人に罪を押し付けてですね、その後行いを正しくするっていう手段がありますけれども、そうすれば希望はちょっとだけありますけれども、それできるんだろうか。まあ、人民が放棄するって言っても簡単にいかない。そういう時大輪なのは、軍ですけれども、日本ではですね、226事件みたいな、軍部が腐敗した政治家を排除した、抵抗した例がありますが、ロシア軍部とかどうなんでしょうね。20何年間のプーチン独裁で、すっかり掌握されちゃってんのかな。226事件っていうのはですね、財閥からの賄賂に目をくらんだ政治家がですね、朝鮮半島開発に拒否を投入、もちろん税金、一般庶民は重税に苦しみました。ドラマおしんの世界、その頃の東北の農家とか本当に貧乏になっちゃって困って、娘を身売りする、売り飛ばすっていうような石品、極品、極品、それがおしん、その頃の時代の話であります。決起した青年将校の中には妹や姉が身売りしたですね、東北の農家出身者もおったと、そういう話であります。話せばわかる問答無用つって、まあ射殺された人もいたと。救助信者はですね、内の味噌を絞ってですね、この事例をよく考えてるってことなんですけどもね。日本にも影響しそうなニュース。シュルツ、ドイツ首相、軍事費を GDP の 2% に増強する。とりあえず今年は13兆円ぶっ込むと。これまでですね、1.5% 程度しか出しておらず、トランプ大統領にですね、安保のただ乗りだ。ずるいぞ。NATO にもっと金払えって非難されておりました。ネットの反応です。まあそうなるわな。ケチケチドイツが大盤振る舞い。ドイツは軍需産業強いしいけるやろ。まあ腐っても世界4位の経済大国やし、13兆円追加したら軍事費世界3位やんか。ロシア爆発でNATO の軍事力が爆上がり、日本も予算増やしていこうや。自国は自分たちで守らなあかんからね。ドイツを見習え、左翼だんまり。こういう時だけドイツを見習えって言わねえんだよ。日本の左翼は小ずるい卑怯な卑劣なやつばっかだからね。帝国の軍事費はですね、補正予算込みでGDP 比 1.24% だそうであります。アメリカからですね、2% にしろ、そんでもって俺らからもっと武器買えって言われ続けて、やっとここまで成長したんですけれども、そんなに武器買ってほしいんだったらですね、平和活動と称して自衛隊反対とかオスプレイ反対とかなんとばっかりやってる、防衛を妨害する活動してる連中、そういう仕事してる連中を物理的に
排除してくんねえかな、アメリカ政府さんな。まあ、アメリカの圧力以外にもですね、2% 出すべき理由はですね、NATO の参加条件だからであります。一応、ただ乗りしてんじゃねえよって言われないために、NATO の参加条件 2% GDP ね。そんでドイツは 1.5% しか出してなかったから、散々罵られておったんですけれども、日本は、帝国は今はそれに足んなくて、オブザーバー参加しております、NATO に。ウクライナが見せたようなですね、自分らで守んだ自分の国をっていう気概を見せにゃ、安保のただ乗り、言われちゃいますからね。ウクライナがNATO 入りできたら、ロシアの侵攻に NATO 軍が即来て、即出動できて、ボコってたんですよ。NATO 軍は出動できません。なぜならウクライナは参加してねえから。で、初日に発表になっておりましたけれども、まあ日本も NATO 入り目指すべきなんですよ。でね、アメリカが武器買えって言ってきたら、あ、自分で作れんでいいですって言えばいいって話だけでね。むしろ有害であることがバレて、地に落ちた嘘と欺瞞の憲法9条なんですけれども、憲法9条を学ぼうとも、理解しようともせず、ウクライナ問題を利用して、9条を貶める一部の人々の言動は恥ずかしいことです。なんて投稿しちゃいまして、憲法9条を学んだからこそ、理解したからこそ、こりゃダメだってなったんですよ。そこんとこ、理解できますか？もともとはですね、日本人は抵抗せず黙って殺されてるって、大悪法なんだから、これ以上貶めようがないでしょうが。まあ、この世の真理としてですね、頭おかしい人の頭おかしい論理はですね、その人の脳内では、きちんと整理されて辻詰まってるんで、説得しても無駄です。っていうのがありますね。通称バカの壁とも言いますけれども、なので救助信者を見かけてもですね、構わずにですね、放置してください。全くの時間の無駄です。あいつら完全に論破されてもですね、それに気がつかないっていう、存在ですんで、まあ、やり込めるとですね、短時間フリーズするんですけど、時期に再起動して全く同じことを喋り出すんですよ。ロボットみたいに。まあね、見かけても相手にしないで放置してください。一般の方にはそう勧めるんですけど、私のような上級者になると、いじってもいいっていう、ダブルスタンダードって言うんですけどね。日本政府はこいつらをウクライナに送り込んで侵略に抵抗させてみては、この写真込みでツイートしたところ、いいねが9600つきました。こいつらね、普段から球場バリアっていうのを、球場を掲げてれば攻撃されないって言ってんだから、ウクライナで活躍してこい、いうことなんですけれどもね。それがですね、私のツイートが球場どもに刺さったみたいで、ツイッタージャパンにですね、しこたま通報があったみたいであります。結果はですね、問題ないですってことだったんですけれども、まあ皆さんには構うなって言っておきながら、まあこの始末と、自分では球場信者どもいじってるっていうこの始末ですけどね。まあ発狂して顔真っ赤にしてですね、通報しまくったかと思えと笑えますね。アカウントをいっぱい切り替えて、一人なのに、まるで10人に見せかけて通報しまくった、かと思うと笑っちゃいますけどね。ツイッタージャパンの方では、もちろん、10アカウントあっけど、こいつ一人だなって把握してますからね。まあ、ストレスで免疫落ちて風邪ひけよ。って思いますけどね。私のツイートに、傷ついて、腹立てて、免疫落ちて、風邪ひけ、って思います。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。